アルねさん、こんにちは。ゆずです。それでは今回なんですけども、ファインペイボーナスの使い方、還元でもらったボーナスを3秒でチャージする方法ということで、今回はファインペイのボーナスについてお伝えさせていただこうと思います。ちなみになぜこのタイミングでお伝えするかと言いますと、先月のファインペイのボーナス分が昨日から付与された方が多いと思ったので、念のため動画にさせていただきました。まあそもそもファインペイのボーナスとは何ぞやということで、まあこちらの画面見てもらったら一瞬でわかると思うんですけども、ファインペイのアプリを開いたら、この上の部分が残高、 で45 2244円ととと表示されててていいままして下の部分がファミペイボーナスと出てると思いますもちろんそのままでも大丈夫なんですけども、まあ、この状態だとファミリーマートでお買い物する際に、まあ、レジで決済の時にファミペーボーナスを使うことができません。なので、今からお伝えする作業が必要となります。 このファインペイのボーナスについての記憶に新しいものだと2つありましたね。代表的なものとして。まあサービスが開始された当初のファインペイの残高にチャージをして、10%から15%の還元であったり、 あと二つ目っていうのはサービスが返してアプリが重すぎたことに対してのファインペイの詫びボーナス180円分とこの二つかなと思いますそして早速ここからやり方なんですけどもめちゃくちゃ簡単ですもうお題の通り大げさかもしれませんけども3秒でできますまず丸一番ですねこちらのファインペイのアプリを開いたら1番の右上のチャージというところをタップしますそしたら丸二番一番下の方にあるファミペイボーナスでチャージをタップしますそして丸三番 ここで、現在のファインペインボーナスが出てくるので、僕の場合は2244とあるので、これで OK であれば下のチャージするをタップします。丸4これでチャージが完了ということですね。まあ、念のため、トップ画面を確認すると、丸5番ですね。2289円というファインペイの残高が増えていますね。そしてファインペインボーナスがゼロということで、めちゃくちゃ簡単でした。そして今回注意点として一つ気をつけてほしいことがありまして、それはファインペインボーナスには有効期限があります。 まあご覧の通りですね、二つの画像を見てほしいんですけども、まず丸一番、こちらの今回チャージした時にもらった還元のファインペイーボーナスですね、右側に、 グリーンで表示されているプラス2000と出ている表示の下に2 0 2 1月31日と出ていると思います。これが有効期限のことですね。そして丸2番。2番目の画像はワびボーナスの180円分で右下に小さく2019年12月31日と出ているので、それぞれボーナスによって有効期限がバラバラなので、なるべく早めに使うのがいいかなというふうに思いました。まあお伝えする内容はここまでなんですけども、この動画を作ろうとした理由というのはもう一つありまして、 まあ僕がですね案の定、見事に失敗した場面がありまして。 ま、それはまさにこのファインペイのボーナスのことで、まあ、先ほどお伝えしたファミペイボーナスのチャージを行う作業をしないまま、そのまま決済したんですよね。まあ、まさに今出てる画面のままレジに向かいました。で、その時全然決済ができなくて、店員さんもあれって感じで、なんか店員さんもあまり状況が把握しきれてなかったんですよね。まあ、ちょっと申し訳ないことをしてしまったなというふうに思ったんですけども、なのでその時はもうペイペイとかで支払ったんですけども、まあ、この動画を見てくれてるリスナーさんはそんなことがないと思いますけど、 けどもファインペイのボーナスが入ったらファインペイ残高に移すことそして有効期限もありますよという2つの点について気をつけてくださいまあ、そんなコーナーで今回はですねファインペイボーナスの使い方と注意点についてお伝えさせていただきました本日の動画は以上ですごご視聴どううもありがとうございました